皆さんこんばんは、ペルシアンです。今回は2020プロ野球カードチップス第2弾開封動画第15回目でございます。ちょっと昨日についてね、今回もね、あのプロ野球チップスのね、あの開封動画いたします。よろしくお願いします。それでは早速開けてみたいと思います。今日もね、あの5袋買ってきました。それでは早速開けてみたいと思います。まずはね、1袋目でございます。アベレージカード、これが横浜 DeNA ベイスターズの背番号51、宮崎敏郎内野手でございます。で、東北楽天ゴールデンイーグルス背番号69、ジャバリ・ブラッシュ外野手でございます。続いて2袋目開けたいと思います。北海道日本ハムファイターズの玉井大将投手でございます。次はね、これがね、あの東京ヤクルトスワローズの中村悠平捕手でございます。はい、続いてね、あの3袋目開けたいと思います。阪神タイガースの背番号3、大山雄介内野手でございます。オリックスバファローズ背番号55、チー岡田外野手でございます。続いてね、4袋目開けたいと思います。キラカードが出ました。北海道日本ハムファイターズ背番号5、太田大志外野手でございます。まだこちらアベレージカードですね。広島東洋カープ背番号1、鈴木誠也外野手でございます。でラストのね、5袋目開けたいと思います。こちらが中日ドラゴンズ背番号54、藤島健人投手でございます。でこちらがですね、東北楽天ゴールデンイーグルス、三木監督でございますね。現役時代はあのファイターズにもね、あの所属してました。でこちらがね、チェックリストですね。以上でございます。今回も第15回目もね、結局はあの白サインカードやラッキーカードは出ませんでしたが、その代わりね、あの前回に引き継ぎますね、キラカードファイターズからね、出ました、太田大志外野手でございますね。でもね、やっぱり夢は、目標はやっぱりラッキーカードと、ね、白サインカードでございます。白サインカードは今までジャイアンツでね、2枚出しております。今度3枚目目指してね、頑張っていきたいと思います。以上でございます。短い動画ですが、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。それでは失礼いたします。ペルシアンでした。